暑さが落ち着いてきて、温かいコーヒーが飲みたくなる時期がやってきましたね。自宅で手軽に美味しく味わえるのがペーパードリップ。抽出方法次第ではせっかくのコーヒーの味わいを台無しにしてしまいかねないようです。初心者必見、ペーパードリップの3つの NG 行動について UCC コーヒーアカデミーに教えていただきました。それでは1つ目の NG 行動です。ペーパーフィルターを正しくセットできていない。ペーパーフィルターには種類によって形や大きさが違うので、使用するドリッパーに合わせたペーパーフィルターを使うことが大切です。ペーパーフィルターとドリッパーの間に隙間が空いてしまうと、コーヒーの成分が均一に抽出されなくなって、出来上がりの味わいが安定しなくなってしまうそうです。そして NG 行動その2、コーヒーの粉を入れてそのままお湯を注ぐ。ポイントとしては、お湯を注ぐ前にしっかりと粉の表面を平らにすることです。表面は山なりのままでお湯を注ぐと、コーヒーが均一に抽出されづらくなります。 NG 行動その3、お湯を一気に注ぐ。コーヒーの成分を引き出すためには、最初に蒸らしを行うことがポイントになります。正しい蒸らしの方法は、まずコーヒーの粉に対して全体の2倍程度のお湯を注ぎます。すると粉が膨らんできます。膨らむ理由は、コーヒーに含まれるガスが放出されるからです。そうなると成分をしっかりと引き出しやすい状態を作ることができるのです。蒸らしが終わったら、お湯を3回に分けて優しく丁寧に注ぐようにしましょう。蒸らしが大切なのは、コーヒーの粉からガスを取り除く役割と、粉全体にお湯の通り道を作ることで、コーヒーの成分を引き出しやすい状態を作ることができるようになるからです。この秋、正しいコーヒーの入れ方でホットコーヒーを楽しんでみてはいかがでしょうか。今回ご紹介させていただいたニュース記事は、ウェザーニュースアプリお天気ニュースチャンネルからもご確認いただけます。